山形県に大雨警報が発表されました。詳しく見ていきましょう。山形県長井市に大雨警報が発表されました。12日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。いただいた報告を見ていきましょう。山形県天童市のウェザーリポートです。一気に道路が川になってきましたといただいています。高レベルの雨のご報告を18時41分にいただいておりました。現在山形県内は活発な雨雲がかかっている状況です。発達した雨雲の下では大雨に警戒をしてください。こちらが会員の皆さんのお天気報告をまとめたもので、現在山形県内に発達した雨雲が見られます。赤く映るエコーは特に発達した雨雲を示しているんですが、このようにザーザー高レベルの雨のご報告も多く寄せられております。この後もしばらく遅い時間にかけて大雨に警戒をしてお過ごしください。今後の予想も見ていきましょう。アプリウェザーニュースを開いていきまして、一番下のレーダーをタップしていきます。さらにこう拡大して見ていきます。10分ごとに今後の雨雲の動きをご覧いただけます。遅い時間になるとだんだんと活発な雨雲縮小していく見込みですが、しばらくは強まる雨に警戒をしてください。以上、山形県に発表された大雨警報についてお伝えしていきました。詳しいお天気はアプリウェザーニュースからご確認ください。